俺もよーしてたわ、ビンラディンっていう名前で、ちょうどイラクとアメリカが大戦争、大戦争してる時に <laughs>、おおこれあれだな、なんか、インターネット荒らす時は、このとんでもない悪党のビンラディンっていう名前を使っちまえば、ご存知されるんだろ、つって、アールスクウエストの掲示板で、一日一回殺害予告するっていうのが、俺の日課だったのね。お風呂入りながら。そのすぐに、あとすぐにネオ麦茶が、あの、パクられてたわ。<laughs> やめようと思って <laughs>、そんな <laughs> あ、あ しちゃいけないんだって。もうその嵐がいっぱい多すぎるんで、もう、12月、第1、2月1日をもちまして、アルスクエストの掲示板閉鎖しますって管理人が潰しやがって、俺、よっちゃん、えー、天狗ちゃん、スケボーキングの4人で、夜12、12時、0時ちょうどに、 アルスクエストの掲示板が潰れますって言った時は、11時にみんなで集まって、やだよ俺アルスクエストの掲示板潰れるのやだよってみんなで100レスぐらいしてた <laughs> 考え直してくださいよって。よっちゃんに至っては0時迎えて URL を押しても、そのリンクが表示されませんってなった時ガチで泣いてたの <laughs> アルクエの掲示板が潰れちまったよっ俺たちどこで殺害予告すればいいんだよっつって。 <laughs> あいつ泣いてたからな。歩く上の掲示板で俺たちパケシしてたからな <laughs>。掲示板にアクセスしすぎて、月の携帯のパケット料金が2万円超えてたからな。なんかさ、うまいことさ、URL 見れないのかな見れるよね。ねえ、ちょっとみんなさ、歩、歩く上の掲示板さ、ちょっと見さしてくんね。どういうコメで荒らしてたんビンラディンだから、 お前ら、日本人なんて、ぶっ殺せるよ、みたいな <laughs>。お前たちなんて、簡単にぶっ殺せるのに、なんで逆らってくるのお前たちみたいな、得た否認が、ぐらいの、かみ、挨拶、ジャブ、は、それぐらいな感じだったよ。なんで、お前たちは俺を恐れないのぶっ殺せるのに、って <laughs>。めちゃめちゃ日本語で書き込んでたわ。あの、だけど、一応、半角のカタカナで書き込んでたわ。 お前ら、ぶっ殺せるのにって。上ごとのように。ちょっとみんな探してくんねや、歩くやったマジで嘘え絶対違う。これ何これ。これ俺たちだけど、これ何普通に加藤っていう名前で俺やってんだけど <laughs>。これ何これ。これ何これ。 人の生き死にをネットで語るんじゃねえよってすげえ。エキストラが NG 出してんじゃねえよ。多分俺たちが作ったサイトだと思うんだけど、マスターっていうのがまっちゃんね。ずーっと揃っててたやつだから。俺は加藤っていう名前でやったの。加藤。ギャンブル満世マスターうるせえギャンブル満世みたいな <laughs>。エピレンっていうのが、あの、エスケボーキングっていう俺の地元の友達。 クワバラってんだクワバラがヨッちゃんだ確かクワバラヨッちゃんいや、クワバラは天狗ちゃんかいや、ナッツ。で、俺はそんなに書き込み、<laughs> こいつらめちゃめちゃスロットやってたから多分 そうおい、なんか客が少ねえからよ、2チャンネルのバカども、ま、あ、クソほど殺害予告してよ、なんか2、30人こっち連れてこいよっつって、それ、みんなで2ちゃん荒らしまくって、うちらの掲示板に呼び込もうとしてた時の俺たちの努力。最近2ちゃんのあちこちの、にこの本部、さらしてるんですが、誰も来ないですね。かかってこいや、とかさ。全然俺書き込みしてねえ。<laughs> グラさんのヒサロとか。 すげえ。<laughs> ちなみに、エピレンっていうのは、これ以降働いてなく、今もずっと実家に引きこもってるらしい。<laughs> 13年間 <laughs> 待ってんだ今、今 !13 年間、アルスクエストの掲示板の復活を <laughs> これだ分俺だな。ルクレツヤ。支配者、みたいな。<laughs> これ、こういう <laughs>、これは俺だわ。なんか、こいつらちょっと荒らしてえな、みたいな。これ、ルクレツヤ、俺だわ。

本人が、本人がネタで、みゆき安田、何これ、こんな最低な、ただ元カノの名前を書くっていう、スカルミョーネ中村、誰なんだろうな、スカルミョーネ中村、夏、安田みゆき、涙出てきた、みゆき安田、もう、 これ俺だな、加藤郎さん。もうお前ら、大人だな。<laughs> この顔文字俺だな。<laughs> 言えないよ。中川翔子が死ぬほど好きで、いつもあいつが出てるテレビジェクシが一人で、もうええってなってるんで言えないよ。食談ブログを前にチェック出してます。初めての記者たに付き合ってもた。きっと別に全員さ、間違いない。呼吸延期してた。時間が1日引きするんて。あはははは。 ちょっと、これ、見なかった。見なかったことにしようか、これ。<laughs> ちょっと、やばいね。よかったよ、俺。なんか、感性が <laughs>。もう普通に名前出してるじゃん <laughs>。ジュソが。この前に乗りた女の子のケー取ってみた。いいかのめじゃ。んあんた、それもうそろぐ宇宙体に感じするよ。だろもう一個やりたことは何マンクをビーンだろ、素敵 <laughs> 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 こ俺こ、こっちの路線でよ、よかったよな。ロックポケとかじゃなくてさ、この路線でやってたらさ、多分、暮らせてねえよな、俺な。どう思う、みんな。ちゃんとマイナーチェンジして出てきただろう。な。マイナーチェンジ。いや、人前に出ていい体になって出てきてるわけよ、俺。ちなみに、こんなの。 もっと、やばかったの、だからアルクエの掲ージは。これの5年前だよ。5年前。だ2016年とから21でしょ。ま、20歳の年か。21になる年 <laughs> イライジャ依頼じゃウッド灰色のガンダルーフから白のガンダルーフへこれ何が言いたかったんだろうな、この時の俺灰色のガンダルーフから白のガンダルーフへハマってたんだよね、多分ね。 <laughs> よししさ、ピングーがクソかわいいとかも本名みんな出してるしね <laughs>。これ俺だな、ジュ、ダンターグワロス。これあれな、ちなみにワロスの、テラワロスだったじゃん。みんななにワロスのさ、最上位なんだった俺の中での、最上位は、ダンターグワロスだったの。超笑えるときは、テラワロスだった。俺ダンターグワロスだったの。 これもこれだな。また大丈夫失敗したからやり直さなきゃ。ちゃんと LR を連打しましたかこれまっちゃんだな。鈴木春慎。小泉関はもし出る。ザコ、あべ氏。し。これ何なんだろうな、これな。<laughs> これ絶対よっちゃん。 一時期ずっと言ってたから、セーレブレーセーレブレー、大竹3九ってずーっと、ずーっと言ってたから、これよっちゃん。全部わかる。<laughs> カンニングの中島が死んだよ。2チャンで騒いでる。20時50分くらいになる。<laughs> 意味がわかんねい。<laughs> トップにどうやって行くのこれ。右下の戻るできないんだよね。 あ、もう一回戻るでいけるのあ。<laughs> これ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  <laughs>。これ俺たちのサイトどうこの、このサイトみんな流行ると思わない全人類的モラトリアム。歴死、転落死、ペッシネ死ねばいいのに <laughs>。ああ、あったね。開始日が2005年の8月5日だから、 14年前、20歳の時だね。もうわかんねえから消せねえよ。<laughs> 投票するか、久々に。高橋、にゃほにゃほ、聖一郎、ショッタ、ん、宮やの、ソロモン、モック、満大将タン被害者、いた子、ゆっち、セキュリティ、リサ、これ全部俺たちの友達な。単純に仲いい友達を書き殴った、あだ名。セキュリティ、リサっていい名前の、いいあだ名だな。 一番うざいやつ誰だろうなうーん。ま、ゆっちかな <laughs> まったん左、えまったん左章お前めちゃめちゃいいやつだぞ !50 票入ってんのサイト4人しか見てないのにどんだけ票入ってんだ四 !4 人しか見てないのにどんだけ投票されてんだ あ,あこのピザきこもれえあっさ散ったなんでよーわー俺たちの思い出かわいそうん蹴散ったなんであ,あよかったよかった 親父が言ってたぜ。ブラックの連中ダメになってな。ヤクザといい勝負の圧力かけてくるってな <laughs> なんか俺の <laughs>、今のさ、親父が言ってたぜ、ブラックの連中。だから今のノリと変わってねえな。ヤクザといい勝負の圧力かけてくるってな <laughs> 俺さ、これ好きだな、俺こういうの。<laughs> なんかさ、好きな、ノリって変わんないよね。 で、まっちゃんはもう、全部こういう感じ。なんか、わけわかんない、<laughs> 女言葉とか。で、これ全部よっちゃん。あきら早く来いあの、友達の名前を躊躇なく出してるの全部よっちゃん。これまっちゃん。非常に気になります。金のなる木とは一体、金には目がないので、もう全部わかりやすいでしょ。金のなる木見つけました新しく金もらって、マンセラー。 これ俺だ、これ俺、このカタカナ半角使ってんの全部俺多分ヨッちゃんが、俺の名前使ってホテルジュン、うるせえマスター、なんかお互いに殺害予告を出すみたいなノリが流行ってた時期あったの。だからこれヨッちゃんやったなと思って、うっせえぶっ殺すぞヒサヒサックひさひさまそうって、ヨッちゃん小学校の時サヒサッくまンって言われてたから、うるせえぶっ殺すぞヒサひサッまそうみたいな。 ニチャちゃにで、ゲーム FF ドラグでパンネロの内臓で炊き込みご飯を作るスレを立てました。よろしく、みたいな <laughs>。これ俺たちが立てたんだぞ。パンネロの内臓で炊き込みご飯を作るスレうちらが立てたんだからな。<laughs> くそ懐かしいわ。 自分たちとのセックスしたい女の名前とかバンバン書いてるし。<laughs> あいつやらしてくんねえかなあみたいな。<laughs> 昨日頑張った甲斐があってまたコンパ開けそうだよ。マタニティブラストかっこ妊婦の爆発。多分好きじゃないんだろうな。 この時から女嫌いが。<laughs> 最近あるやつと同棲始めまして。まー、あ、ちゃんやっぱ俺超うざいわ。一人の方がいいよ。これ同棲したいやつよっちゃんな。<laughs> この時期よっちゃんとまーちゃん超仲悪かったの。あいつがさ、じゅん聞いてくれ。あいつがさ、あの、うんこした後にさ、トイレットペーパーをカラ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 ってやる音だけでもぶっ殺したくなっちゃうんだけどさ、<laughs> つ<っ>て。<laughs> お前それさ、一緒に住むなよ これ、俺が。いや、マチャソは悪くねえよ。なんか今週は別に予定してたわけじゃないしね。俺もいろいろトラブって寺めんどくさす。順たそえ。今日行けなくてごめんね。黒くなった。なんか、日焼けすることに命を <laughs>。おいおい、アルバロードなくなったんか <laughs> とか<は>さ <laughs>。ヒロナスのチョンポは気存が,が逆にとい結論にたどり着いたぞ。意味がわかんねえよ。 14年前。20歳の、ちょうど20歳にな、19歳だね。<laughs> あ、この時俺女性器の名前、躊躇なく言えたんだね。純、モスカウ。マジス子ちゃんのマンコテラクサス。20歳になりたての、20歳最初の書き込み。あの、フラッシュが流行ってて、モスカウ、モスカウ、ルン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 、みたいな。 文字だといけたんだな俺。もっと若い頃、15歳とか16歳の時の、なんか、俺たちがタムロしてた、えぇ、ー、角川なのちょっとクリちゃん、俺たち付き合い長いねー何十 ?14 年の付き合い俺ら。どうよ !14 年前さ俺たち初めて出会ったじゃん。 でも絶対あれだよな。すごまだでもその時ニコニコじゃなかっただろうけど。でも,もっとあるんだよ。俺たちのデジタルタトゥー。こんなのみんなに見せれるレベル。普通に肛門をさらすすれとかに <laughs>、肛門さらしてたんだって <laughs>。ここだけの話、肛門さらすすれみたいなのがあって、2チャンネルに、さらしてたんだもん。普通に。 今無くなっちゃったのかな拷問すれ、みたいなの。でもやっぱ、なんかさ、感性とか好きなもの、半角のカタカナ好きとか、そう、まっちゃんの公爵癖とか、あいつさ、人は何とかである、みたいなことを <laughs> ずっと何やってんだこいつみたいな。あいつ精神病なんじゃねえかって言われてたの。今でもやっぱ、変わっ、なんか、系統変わってないよね。 な全人類モラトリアムっていう。昔は、肛門教っていうタイトルでやってたんだけど、まっちゃんに変えられちゃったんだよ。ブックマークしたら肛門教って出た。<laughs> まだその名残残ってんだ。肛門教。なんだ全人類モラ、全人類的モラトリアムって。肛門教の方がいいだろう。だから昔さ、あの、よっちを騙すのが超流行ってて、 あれあなた、今、ここに住んでますよね住所ここですよね <laughs> って書き込みしまくって <laughs>、よっちゃんを追い詰めるっていうのずっとやってたんだよね。え、バレてますよ。あの、警察、あの、私、警察なんですけど、本当に今からあなたのこと逮捕しに行くんで、え、住所ここですよね携帯電話の下一桁これですよねって。な、なんでわかるんですか本当に警察なんですかみたいな感じで。釣りとか流行ってなかったからさ、よっちゃんを追い込むっていうゲーム流行ってたんだよ。 あ、思い出した。よっちゃんが、誰かの女の悪口を書き込んで、その女にバレて、私、私立探偵のなんとかというものなんですけど、みたいな。あなたの住所特定したんで、今からもう突しに行きます。法廷で会おう、みたいな。ネタバレしてない。よっちゃんが謝ったから分かりました。許します。ネット上で解決して、それ以降謝ってれば、今度謝っとくわ。バラしてねえわまだ。 本当にすみません。土下座の斜メあげたら許します。つって、よっちゃんに土下座の、本当に何でもします。絶対に何でもしますから許してください。つって。それで、よっちゃんが怖がっちゃって、みんな寄り付かなくなっちゃって、あのサイトされたんだ。思い出した。<laughs> あれ、寄り、寄り付かなくなっちゃって、おい、俺さ、私立探偵にバレちったよ。もうできねえよ。まあ、公文教に書き込めねえよ、怖くて。つって、そ,そうなんだ。 お前が荒らしてたバンドの掲示板なんだバンドって。俺バンドの掲示板も荒らしてたの絶対ちげえよ。<laughs> あ、俺だわ、これ。あ、謝んねえといけねえわ。俺バンドの掲示板も荒らしてた。誰の、誰の、あや、謝るわ。友達のバンドのサイト荒らしてたんだ。 最低だな俺らうわ多分そうだわもう活動してないんだろうななんかすげえバンほら <laughs> マスター <laughs> ほらさ <laughs> もうこれぐらいちょっとさ <laughs> だんだん空気変わってくるじゃん。オすゼミ。ローター使ってすいません。片から多分俺だと思うんだけど。すいません。すいません、すいません。マスター。俺も藤子さんのバンだからしゃく。彼氏は幸せ者ですね。てら、ソラーティーチャリのリーダーとかもよく。やっぱ新生ホギーとか出てきちゃうんだよね。ちょこちょこ顔出しちゃうんだよね。歌とか演奏がうまい。 奴らがいて、なんか、そいつがなんか東京出てきてバンド組んだみたいな、私かになって、おしじゃあ荒らしに行こうぜつって。荒らしに行った気がする。俺たちが、まず、見てやろうじゃねえかって。たださ、俺の、でもこの強平ってやつが友達なんだけど、全然、<laughs> これ多分強兵、強ちゃん、京平に言わずに荒らしてたんだそうだ <laughs>。これ、謝んなきゃ だから勝手に荒れてると思ってんだ。そうだ、おい、あいつよ、バンダってっから、ね、あいつのさ、鳴しに行こうぜ、つって。<laughs> ああ、そうだわ。<laughs> 注意、身内でさ、やめましょう。<laughs> めちゃめちゃ収められてんじゃん。食 <laughs> 道にかけて俺とかって、食、絶対これなんか身内の誰かだろう。<laughs> こんなさ、なんとかです。 皆さん元気ですかとか言ってんの、ね、に食道画描くて、俺の勝手、食動画描くて、俺の勝手、食道画描くて、俺の勝手だろうなんで。身内衆がえぐい。うわーそうだめっちゃ懐かしい。こう友達のバンド荒らしてるって、今じゃ考えアナクロキューピー。<laughs> 元気にしてるのかアナクロキューピーは。え、モンハンあるマジで カド神様だつまらねえところだなとかさ <laughs>。これ多分俺たちじゃないお前がいるからつまらないんだ。おい俺が書いたから進むんだ <laughs> みたいな感じで <laughs>。めちゃくちゃ <laughs>。ええー。荒らしてるじゃん、一人で頑張って。いやでもまあ、これじゃないけどな。俺が荒らしてた。本気で荒らしてたサイトって。 お <laughs> 前の作った小説。なんで俺よりみんなの方が詳しいのこれ俺言ってないだろう。何俺の作った小説って <laughs>。思い出したみんな完全に思い出した肛門教の全、全身のサイト、んと麻のホームページだ超懐かしいこれだからさ、まっちゃんが作ったっていうのは絶対嘘なんだよ。俺たちが、 2005年の8月、ほら、夏の、日に、作ったの。あの、天狗ちゃんの本名の、まあって、まあって呼ばれてたから。で、俺、ジュンって呼ばれてたから。純と、ジュンまあ。マ <laughs> おい、ジュンまあ再結成しようぜ。ジュンまあ。で、ここ飛ぶと、全人類的、もらっ乗っ取られたんだよおい不正アクセスだろ純とまあのホームページだったんだ最初は 乗っ取られたの全人類的モラトリアムに最初は、アベマブログを使った、ジュンとマーのホームページだったんだよくそ、そや俺の小説見たいけど、なんか多分書いてない。多分タイトルだけで何にも書いてない。書,書いてないよね、多分ね。ロマサがまとめここに貼られてる。語りに決まってんだろ、という罠。 サブカタリナに決まった、決まってんだろという罠。貴様はやっぱエレンタンかな <laughs> 斧の使うやつな。エレン、萌え。ならお前はツクールシリーズでロバサガを超えるゲームつぐれ。首切れ。意味わかんない。<laughs> あなんか、お前ら荒らしてんじゃねえやみたいなやつでした。首切れ。<laughs> で、俺、ここの時に初めて、俺未だにわかんないんだけど、な。 下げって言うのが分かんなくて、これとりあえず2チャンネルにマウント取る、おい、まっちゃん、下げ使うべ、つって、おい、とりあえず松次郎、下げようぜ。これ下げようぜって言ってら、と2チャンネル知ってるっぽいなっていう。これどうこの、俺、i モードでやってたから2チャンネルあんまり詳しくない。パソコンで見たことないんだけど、下げしようぜ。下げて何 <laughs> 俺様が二位と。俺はまだ賞賛だぜ。 世間では称賛の俺でもニート呼ばわりか。日本壊滅近年マジか。まあまあ、そんな怒らないビックリマンチョコでも食え。<laughs> 俺以外にスフィンクスモードを知ってるヤシがいるとはな。貴様寝こう、猫かランディングするって。<laughs> いきなり KOF の話になってんな <laughs>。うわー、楽しかった、この時。ルールもクソもなかった。 ルールも、クソもなかったな <laughs> なんでみんな、俺はさ、本名 OK みたいな。俺めちゃめちゃ本名出されてねえか。俺はちゃんとさ、インゴ使ってんのに。11、漢字もなんか、ぼかしてねえし。<laughs> 松本正弘しねえ。ぐしゃぐしゃに混ざり合ってんだ。うまいこと、本名じゃねえし、結局。なんで俺だけ本名とさらされてんだよ。 順一何してんだろう書くなよお前俺はか加藤順一もう書いちゃってんじゃんもうこれ俺じゃねえか俺 <laughs> <laughs> こういうチキンレースみたいななったんだよなおい俺2ちゃんに本名書けんだぞみたいな。加藤順一1あは2割の2次ですもう飯食っていくのがやっとです これおもろいやん。打率2割、西、年下りろ。もう飯食っていくのがやっとで、こうおもろいね。<laughs> <laughs> 西シリーズ。どうも、西です。今日、9回表、ツアウと2塁でバッターボックスやりました。1対2負けてる状況での最後の攻撃。ピッチャー投げた !149 キロのシュートストライクピッチャーは、千葉ロッテの小林です。見送るに決まってんだろ、あんなたが でも見送ってばかりじゃ監督に怒られる。次はどんな球でも振ろう。どうせ得意のシュートだろ。ピッチャー投げた。うおーブン、ガ左にそれたファールんだよシュートかと思ったらスライダーがー,ーストライクから。打たなきゃな。ア部がせっかく2塁まで進んだんだ。誰リに言われたのに意地見せる。ピッチャー投げた。うおーガよっしゃやったらヒットやったダウンあーあと、球は小林だに直限痛いたいたながらも小林はストライクあと、ピッチャー返しがこっちにつけやきたから野球やめようかな。全然思んない。全然思んない。ははは。 西わしも2割や気にするなボケが斎藤俺なんて三振しまくりだよ <laughs> 誰の自演だこれ。みんなもさ、気をつけた方がいいよ。あの、消せないから絶対。この手のインターネットタトゥーは。終わるんで。ちょっと俺、この後も見るわ。自分一人で。<laughs> あの、友達に LINE して <laughs>、あの、何にも言わずに、昔の 友達に LINE してみるわ。これ、どうお疲れした。いやーなんか、ノスタルジー。